死髄炎とは死髄に起こる疾患の一つで、死髄に何らかの刺激が加わることにより発生する炎症のこと。蒸気の通り、死髄への刺激が原因である。刺激の原因としては、物理的、科学的、生物的、電気的、神経的なものがある。外傷などによる歯の物理的損傷や、温熱刺激のほか、歯科治療時に発生する切削時の発熱や露水などが挙げられる。 歯科治療で使われた材料が原因の刺激が多い。腐食が原因のものが髄炎の中で最も多い。このほか、歯髄に来る血液から細菌が入る血行性のものやリンパ尿性のものもある。治療によって歯に詰められた異種金属の接触によって発生するガルバニー電流などがある。神経ペプチドによる刺激がある。増下質が破壊され、 死髄が外部と接している状態を解放性死髄炎、増下質がまだ残っている状態を閉鎖性死髄炎という。急性症液性死髄炎、急性症液性死髄炎とは、急性単純性死髄炎ともいい、死髄炎の一種で、閉鎖性死髄炎に見られる、症液性の急性炎症のこと。通常、病理学では、前者、臨床では後者を用いる、急性死髄炎の初期症状、 炎症部では、造毛目細胞の変性萎縮のほか、充血が確認でき、著名な症液の進出を確認できる。病理学的には、炎症が一部分に限局しているものを、急性一部性症液性脂髄炎、全体に広がっている場合を、急性全部性症液性脂髄炎といい、臨床的には、炎症が、破綻部の脂髄に限局しているものを、急性一部性単純性脂髄炎。 炎症が子根部の死髄にまで達している場合を、急性全部性単純性死髄炎という。これは、臨床では、死髄の炎症の範囲を厳密に調べることが不可能なこと、また、破棺部死髄に炎症が限局している場合と、歯根部死髄まで炎症が拡大している場合とで、治療法が異なるためである。急性一部性単純性死髄炎、急性一部性単純性死髄炎とは、 急性単純性死髄炎のうち炎症が破間部死髄に限局している炎症のこと。化逆性死髄炎である。病院は通常腐食であり、C2 のうちウ化が浅く小さいものに発生する。間欠性で、牽引性の自発痛があり、霊刺激にて、また酸味や甘みにて誘発痛が発生する。エプトでは、指季位置の低下が見られる。治療としては、 死髄の小炎鎮痛療法が行われるが、稀に、複数回の実行で疼痛が引かない場合があり、この場合は通常生活断髄法を行うが、症状によっては、全部死髄除去療法を行う。急性全部性単純性死髄炎、急性全部性、単純性死髄炎とは、急性単純性死髄炎のうち、炎症が死根部死髄にまで拡大している炎症のこと、不可逆性死髄炎である。 病院は通常腐職であり C2 のうちウカが心在性で広いものに発生する。激痛で持続性の自発痛がある。治療としては全部自髄除去療法を行う。急性可能性自髄炎、急性症液性自髄炎に細菌の感染が起こることにより発生する不可逆性の自髄炎。頭痛は強い自発痛、放酸痛、持続痛である。また、 温熱刺激で痛みが増すが、冷熱により、脂髄の痛みが鎮静される。急性症液性脂髄炎同様に、急性一部性可能性脂髄炎と、急性全部性可能性脂髄炎がある。急性エソ性脂髄炎右足の進行が早い乳子や若年者の場合、急性可能性脂髄炎が起こるのと、ほぼ前後して、増下質が破壊され開放性全部性、可能性脂髄炎が起こり、 死髄へ死を起こす。さらに、この解放された死髄に、腐敗菌が感染することによって、急性素性死髄炎が発生することがある。慢性解放性死髄炎の移の進行により、死髄が露髄することで起こる。通常は海洋を作り、慢性海洋性死髄炎となるが、若年者の場合、死髄の生活力が大きいため、慢性増殖性死髄炎となることもある。 解放されることにより、内圧が低下するため、自発痛はほとんどなくなるが、刺激により痛みが誘発される。慢性閉鎖性死髄炎閉鎖性死髄炎において、繊維性結合組織など、慢性症状が出た場合を慢性閉鎖性死髄炎と言う。ありがとうございます。